冬は手足が冷えるなど寝つきが悪いと感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。これから紹介する4つのポイントを押さえて今日からぐっすり眠りましょう。まずカーテンは開けて寝ましょう。朝に太陽の光を浴びることは夜の寝つきを良くして眠りの質を高めるのにも役立つのです。太陽の光の刺激は睡眠のリズムに大きな働きをしています。人は朝の光を浴びると体内時計がリセットされ約15時間後に睡眠ホルモンと呼ばれるメラトニンの分泌が高まって眠くなるようにできています。次に運動について。快眠のためには強めの運動は前日の就寝時間の19時間後、23時に寝たとして18時ぐらいがおすすめです。21時以降は心拍が上がるような強めの運動は避けましょう。ストレッチやマッサージで筋肉の緊張を緩めるのは血行も良くなり効果的です。寝る前は一人になれる貴重な時間、その日一日の出来事を振り返ったりあれこれ考えたりすることも多いでしょう。その場合は良かったことやうまくいったことなどを思い返すようにしましょう。反省点ばかり振り返ってしまうと心理的なストレスや緊張から寝つきの悪さにつながり睡眠に悪影響となる場合があります。最後に寝る前の読書やドラマ鑑賞は注意が必要です。リラックスできる時間を持つのは悪いことではありませんが興奮すると脳を覚醒させ寝つきを悪くしてしまいます。睡眠の質の低下は健康全般、肌荒れや肥満などの不調につながります。健康を守ることが大切な今だからこそ眠りにもこだわりたいですね。